秋、産卵期のビワマスは混姻色に染まるマスは、酒目酒化に属し日本語名に、マスが付く魚、または日本で一般に酒類、ベニケ、キングサーモンなどと呼ばれる魚以外の酒科の魚をまとめた総称。マス、トラウトどもに酒類の陸風型の魚、及び公開する前の方の魚を指すことが多い。主に、イワナ、ヤマメ、アマゴ、ニジマス、 ブラウントラウトなどが、マス類、トラウト類など呼ばれる。塩コショウでグリルした状態のトラウトサーモン、太平洋酒族、大西洋酒族、イワナ族、コクチマス族、伊藤族などの魚を包括する。一般的に、マスがよく使われるが、古い文献では、も使われている。酒とマスの境界が厳密でないため、国により、区分方法が異なる。例えば英語圏で、 キングサーモンは鮭に区分されるが、日本では同じ魚をマスノスケと呼ぶほか、サクラマス、サツキマス、ニジマスをマスとして区分している。英語では、鮭がサーモン、マスがトラウトに対応している。単に、トラウトというと淡水産を意味し、海産のものはサーモントラウトと呼ばれるが、シートラウトという例外もある。北半球の高緯度地域に自然分布し、 最高水温が摂氏20度以下の河川や地上で産卵し魚の一部が公開種海洋で生活する生活様式を持つ。南半球では放流によりオーストラリア、ニュージーランド、チリなどに分布する。ほとんどの種が重要な食用種で、特性がなく独特の旨味があるため、身や卵を様々に加工調理し利用されている。 サケモクサケ科以外の魚種であるニベカナガニベ族には、スポッティドシートラウトと呼ばれる。ニジマス、カワマス、シナノユキマス、アメマス、サクラマス、サケマス研究が欧州に遅れていた日本では、名前をつける際に、淡水産は、マス、海産は、サケ、小さいのはマス、大きいのはサケなどのように単純に、区分していた。ところが後に、陸風型であるヤマメやイワナなども途中でダムなどのない。 場所では、鮭と同様の生活史を送っていることが判明した。遺伝学の進歩により、網の酸解析や DNA 解析によって進化系の研究が進められている。また、日本海の近く移動による閉鎖性なども考慮する必要がある。近年では、岐阜県水産試験場、当事場長であった、本城哲夫によって、鮭に似た。 変な魚としてサツキマスと名付けられた長良川の魚がアマゴの航海型であると確認されたこともある。混乱は現在もなお継続している。特にニジマスにおいて混乱が著しい。かつてあったニジマス族を廃止し、海に降りて河川へ遡上し散乱したら死亡する白酒などの太平洋酒族にニジマスを組み込む際、 ニジマスは産卵しても死なないため、死なないグループである、イワナ族、イトウ族、大西洋酒族との境界線をどこに置くかについて、学者間で意見が分かれている。そのため、世界中で11族約66種と、約で表されている。である。ありがとうございます。